二、堀木と自分、互いに軽蔑しながら付き合い、そうして互いに自らをくだらなくしていく。それがこの世のいわゆる交友というものの姿とするなら、自分と堀木の間柄もまさしく交友に違いありませんでした。自分があの京橋のスタンドバーのマダムの義教心にすがり、 女の人の義教心なんて言葉の奇妙な使い方ですが、しかし自分の経験によると少なくとも都会の男女の場合、男よりも女の方がその義教心とでも言うべきものをたっぷりと持っていました。男は大抵おっかなびっくりでお体裁ばかり飾り、そうしてケチでした。あのタバコ屋のヨシを内縁の妻にすることができて、そうして 築地、隅田川の近く、木造の2階建ての小さいアパートの開花の一室を借り、二人で住み、酒はやめて、そろそろ自分の定まった職業になりかけてきた漫画の仕事に精を出し、夕食後は二人で映画を見に出かけ、帰りには喫茶店などに入り、また花の鉢を買ったりして、いや、それよりも自分を真から信頼してくれている。 この小さい花嫁の言葉を聞き、動作を見ているのが楽しく、これは自分もひょっとしたら今にだんだん人間らしいものになることができて、悲惨な死に方などせずに済むのではなかろうかという甘い思いをかすかに胸に温め始めていた矢先に、堀木がまた自分の眼前に現れました。よーし、きまーおやこれでもいくらか分別臭い顔になりやがった。 今日は、高円寺女子からのお使い物なんだがね。と言いかけて、急に声を潜め、お勝手でお茶の支度をしているよしこの方を顎でしゃくって、大丈夫かいと尋ねますので、構わない。何を言ってもいい。と自分は落ち着いて答えました。実際、よしこは、信頼の天才と言いたいくらい、 京橋のバーのマダムとの間はもとより、自分が鎌倉で起こした事件を知らせてやっても、常子との間を疑わず、それは自分が嘘がうまいからというわけではなく、時には明らさまな言い方をすることさえあったのに、よしこにはそれが皆冗談としか聞き取れぬ様子でした。相変わらずしょって嫌がる。何、大したことじゃないがね。 たまには、公園寺の方へも遊びに来てくれっていうご伝言さ。忘れかけると、会長が羽ばたいてやってきて、記憶の傷口をそのくちばしで突き破ります。たちまち、過去の恥と罪の記憶がありありと完全に展開せられ、わーっと叫びたいほどの恐怖で、座っておられなくなるのです。飲もうか。 と自分、よしと堀木。自分と堀木、形は二人似ていました。そっくりの人間のような気がすることもありました。もちろんそれは安い酒をあちこち飲み歩いている時だけのことでしたが、とにかく二人顔を合わせると、みるみる同じ形の同じ毛並みの犬に変わり、公雪の巷股を駆け巡るという具合になるのでした。 その日以来、自分たちは、再び休校を温めたという形になり、京橋のあの小さいバーにも一緒に行き、そうして、とうとう、公園寺の静子のアパートにも、その泥水の2匹の犬が訪問して、宿泊して帰るなどということにさえなってしまったのです。忘れもしません。蒸し暑い夏の夜でした。堀木は、 日暮れ頃よれよれの浴衣を着て、築地の自分のアパートにやってきて、今日ある必要があって夏服を仕入れしたが、その仕入れが老母に知れると誠に具合が悪い、すぐ受け出したいからとにかく金を貸してくれ、ということでした。あいにく自分のところにもお金がなかったので、例によってよしこに言いつけ、よしこの衣類を質屋に持って行かせてお金を作り、堀木に貸しても、 まだ少し余るので、その残金でよしこに焼酎を買わせ、アパートの屋上に行き、隅田川から時たまかすかに吹いてくる土臭い風を受けて、まことに薄汚い農量の縁を張りました。自分たちはその時、喜劇名詞、悲劇名詞のあてっこを始めました。これは自分の発明した遊戯で、名詞にはすべて男性名詞、女性名詞、 中性名詞などの別があるけれども、それと同時に、喜劇名詞、悲劇名詞の区別があって叱るべきだ。例えば、汽船と汽車はいずれも悲劇名詞で、市電とバスはいずれも喜劇名詞。なぜそうなのか。それのわからぬものは芸術を断ずるに足らん。喜劇に一個でも悲劇名詞を差し挟んでいる劇作家は、すでにそれだけで落第。 悲劇の場合もまたしかり、といったようなわけなのでした。いいかいタバコはトラ。トラジテイの薬。と、オリキが原価に答えます。薬は粉薬かい岩薬かい注射。トラ。そうかなホルモン注射もあるしね。いや、断然トラだ。 針が第一、お前立派な虎じゃないか。よし、負けておこう。しかし君、薬や医者はね、あれで案外、米なんだぜ。死は米。牧師も和尚もしかりじゃね。大出来。そうして、生は虎だな。違う。それも米。いや、それでは何でもかでも皆米になってしまう。ではね。 もう一つお尋ねするが、漫画家は、よもや、米とは言えませんでしょう。トラトラ、大悲劇名詞。なんだ、大トラは君の方だぜ。こんな下手なダジャレみたいなことになってしまっては、つまらないのですけど。しかし、自分たちはその遊戯を、世界のサロンにも、かつて損しなかった、すこぶる気の利いたものだと、得意がっていたのでした。 また、もう一つ、これに似た遊戯を当時、自分は発明していました。それは、アントニムのあてっこでした。黒のアント、アントニムの略は白。けれども、白のアントは赤。赤のアントは黒。花のアントはと自分が問うと、お力は口を曲げて考え。えー、っと、花月という料理屋があったから、好きだ。 いや、それはアントになっていない。むしろシノニムだ。星とスミレだってシノニムじゃないか。アントでない。わかった。それはね、蜂だ。蜂ボタンに。ありか。なんだ、それはモチーフだ。誤魔化しちゃいけない。わかった。花に村雲、月に村雲だろう。そうそう。 花に風、風だ。鼻のあんとは、風。まずいなあ。それは何ぶ節の文句じゃないか。お里が知れるぜ。いや、琵琶だ。なおいけない。鼻のあんとはね、およそこの世で最も花らしくないもの。それをこそあげるべきだ。だから、その、待てよ。なんだ。女か。ついでに、女のシのニムは 増物。君は、どうもポエジーを知らんね。それじゃあ、増物のアントは牛乳。これはちょっとうまいな。その調子でもう一つ。恥。恩とのアント。恥知らずさ、流行漫画家上司幾多。堀木正夫はこのあたりから、二人だんだん笑えなくなって、焼酎の良い特有の、あの、 ガラスの破片が頭に充満しているような陰鬱な気分になってきたのでした。生意気言うな。俺はまだお前のように、縄目の恥辱など受けたことがねえんだ。ぎょっとしました。堀木は内心、自分を真人間扱いにしていなかったのだ。自分をただ死に損ないの恥知らずのアホーの化け物の、いわば、生ける屍 としか返してくれず、そうして彼の快楽のために自分を利用できるところだけは利用する。それっきりの交友だったのだと思ったら、さすがにいい気持ちはしませんでしたが、しかしまた、堀木が自分をそのように見ているのも最もな話で、自分は昔から人間の資格のないみたいな子供だったのだ。やっぱり堀木にさえ軽蔑せられて死闘なのかもしれない。 と考え直し、罪、罪のアントニムは何だろう、これは難しいぞ、と何気なさそうな表情を装って言うのでした。法律さ、堀木が平然とそう答えましたので自分は堀木の顔を見直しました。近くのビルの明滅するネオンサインの赤い光を受けて堀木の顔は 鬼刑事のごとく威厳ありげに見えました。自分はつくづく呆れ返り、罪ってのは君、そんなものじゃないだろう。罪の対義語が法律とは。しかし、世間の人たちはみんなそれくらいに簡単に考えて済まして暮らしているのかもしれません。刑事のいないところにこそ罪がうごめいている。 それじゃあなんだい神かお前にはどこかやそぼうずくさいところがあるからな。嫌味だぜ。まあそんなに軽く片付けるなよ。もう少し二人で考えてみよう。これはでも面白いテーマじゃないか。このテーマに対する答え一つで、その人の全部がわかるような気がするのだ。まさか。罪の案とは前さ。 善良なる市民。つまり、俺みたいなものさ。冗談は予想よ。しかし、善は悪のアントだ。罪のアントではない。悪と罪とは違うのかい違う、と思う。善悪の概念は人間が作ったものだ。人間が勝手に作った道徳の言葉だ。うるせえな。それじゃあやっぱり、神だろう。神、神。何でも神にしておけば間違いない。 腹が減ったなあ今、下でよしこがそま豆を煮ている。ありがてえ、好物だ。両手を頭の後ろに組んで、仰向けにごろりと寝ました。君には罪というものがまるで興味ないらしいね。そりゃそうさ、お前のように罪人ではないんだから。俺は道楽はしても女を死なせたり、 女から金を巻き上げたりなんかはしねえよ。死なせたのではない、巻き上げたのではない、と心のどこかでかすかな、けれども必死の抗議の声が起こっても、しかし、また、いや自分が悪いのだとすぐに思い返してしまうこの周壁。自分にはどうしても正面切っての議論ができません。焼酎の陰鬱な酔いのために、 刻一刻気持ちが険しくなってくるのを懸命に抑えて、ほとんど独り言のようにして言いました。しかし、牢屋に入れられることだけが罪じゃないんだ。罪のアントがわかれば、罪の実態もつかめるような気がするんだけど、神、救い、愛、光。しかし、神にはサタンというアントがあるし、 救いのアントは苦悩だろうし、愛には憎しみ、光には闇というアントがあり、善には悪、罪と祈り、罪と悔い、罪と告白、罪と、ああ、みんな死のに無駄。罪の対語は何だ罪の対語は密さ、密のごとくあましだ。腹が減ったなあ。 なんか食うものを持ってこいよ。君が持ってきたらいいじゃないか。ほとんど生まれて初めてと言っていいくらいの激しい怒りの声が出ました。よし、じゃあ、それじゃあ、下へ行って、よしちゃんと二人で罪を犯してこよう。議論より実験文。罪のあんとは、つ豆。いや、空豆か ほとんど、ろれつのまわらぬくらいに酔っているのでした。勝手にしろどこかへ行っちまえ罪と空腹、空腹と空豆。いや、これは死の任務か。でたらめを言いながら起き上がります。罪と罰。ドストイエフスキー。ちらとそれが頭脳の片隅をかすめて通り、はっと思いました。 もしも、あのドスト氏が、罪と罰をシノニムと考えず、アントニムとして置き並べたものとしたら、罪と罰、絶対に愛通ぜざるもの評判愛入れざるもの罪と罰をアントとして考えたドストの青みどろ腐った池、乱魔の奥底の。ああ、わかりかけた。いや、まだ。 などと、頭脳に走馬灯がくるくる回っていたときに、おい飛んだ空豆だ来い堀木の声も顔色も変わっています。堀木は、たった今ふらふら起きて下へ行ったかと思うとまた引き返してきたのです。なんだ異様にさっけ立ち、二人屋上から二階へ降り、二階からさらに開花の自分の部屋へ降りる階段の中途で堀木は立ち止まり、 見ろと小声で言って指さします。自分の部屋の上の小窓が開いていて、そこから部屋の中が見えます。電気がついたままで2匹の動物がいました。自分はぐらぐらめまいしながら、これもまた人間の姿だ。これもまた人間の姿だ。驚くことはない。などと激しい呼吸とともに胸の中でつぶやき、 よしこを助けることも忘れ、階段に立ち尽くしていました。堀木は大きい咳払いをしました。自分は一人逃げるようにまた屋上に駆け上がり、寝転び、雨を含んだ夏の夜空を仰ぎ、その時自分を襲った感情は、怒りでもなく、嫌悪でもなく、また、悲しみでもなく、ものすさまじい恐怖でした。それも、 墓地の幽霊などに対する恐怖ではなく、神社の杉子たちで白栄のご神体にあった時に感じるかもしれないような死の後の言わさぬ古代の荒々しい恐怖感でした。自分の若白髪はその夜から始まり、いよいよすべてに自信を失い、いよいよ人を底知れず疑い、この世の営みに対する一切の期待、喜び、 共鳴などから永遠に離れるようになりました。実にそれは自分の生涯において決定的な事件でした。自分は真っ向から眉見を割られ、そうしてそれ以来その傷はどんな人間にでも接近するごとに痛むのでした。同情はするが、しかしお前もこれで少しは思い知ったろう。もう俺は二度とここへは来ないよ。 まるで、地獄だ。でも、よしちゃんは、許してやれ。お前だって、どうせろくな奴じゃないんだから、失敬するぜ。気まずい場所に、長くとどまっているほど間の抜けた堀木ではありませんでした。自分は起き上がって、一人で焼酎を飲み、それから、おいおい声を放って泣きました。いくらでも、いくらでも泣けるのでした。 いつの間にか背後によしこが空豆を山盛りにしたお皿を持ってぼんやり立っていました。何にもしないからって言って。いい、何も言うな。お前は人を疑うことを知らなかったんだ。お座り、豆を食べよう。並んで座って豆を食べました。ああ、信頼は、 すなりや。相手の男は自分に漫画を描かせてはわずかなお金をもったいぶって置いてゆく30歳前後の無学な小男の商人なのでした。さすがにその商人はその後やってはきませんでしたが、自分にはどうしてだかその商人に対する憎悪よりも最初に見つけたすぐその時に大きい咳払いも何もせず、そのまま自分に知らせにまた、 屋上に引き返しに来た、堀木に対する憎しみと怒りが、眠られぬ夜などにムラムラ起こって、うめきました。許すも、許さぬもありません。吉子は信頼の天才なのです。人を疑うことを知らなかったのです。しかし、それゆえの悲惨。神に問う、信頼は、罪なりや。吉子が、 ががさされれたたとととといいううこここよよりも、よしこの信頼自分にとってその後長く生きておられないほどの苦悩の種になりました。自分のようないやらしくおどおどして人の顔色ばかり伺い人を信じる能力がひび割れてしまっている者にとって、よしこの無垢な信頼心はそれこそ青葉の滝のようにすがすがしく思われていたのです。 それが一夜で黄色い汚水に変わってしまいました。みよ、よしこはその夜から自分の一品一生にさえ気を使うようになりました。おい、と呼ぶとピクッとしてもう目のやり場に困っている様子です。どんなに自分が笑わせようとしてお道けを言っても、おろおろし、ピクピクし、やたらに自分に敬語を使うようになりました。 出して無垢の信頼心は、罪の厳選なりや。自分は、人妻の犯された物語の本を、いろいろ探して読んでみました。けれども、よしこほど悲惨な犯され方をしている女は、一人もないと思いました。土台、これは点で物語にも何もなりません。あの、小男の商人と、 よし子との間に少しでも恋に似た感情でもあったなら自分の気持ちもかえって助かるかもしれませんが、ただ夏の一夜、よし子が信頼して、そうして、それっきり。しかもそのために自分の未見は真っ向から割られ、声がしゃがれて、若白髪が始まり、よしこは一生おろおろしなければならなくなったのです。 大抵の物語は、その妻の行為を夫が許すかどうか、そこに重点を置いていたようでしたが、それは自分にとってはそんなに苦しい大問題ではないように思われました。許す、許さぬ、そのような権利を留保している夫こそ、幸いなるかな。とても許すことができぬと思ったなら、何もそんなに大騒ぎせずとも、 さっさと妻を離縁して、新しい妻を迎えたらどうだろう。それができなかったら、いわゆる、許して、我慢するさ。いずれにしても、夫の気持ち一つで四方八方が丸く収まるだろうに、という気さえするのでした。つまり、そのような事件は、確かに夫にとって大いなるショックであっても、しかし、それはショックであって、いつまでも尽きることなく、 打ち返し打ち寄せる波と違い、権利のある夫の怒りでもって、どうにでも処理できるトラブルのように自分には思われたのでした。けれども、自分たちの場合、夫に何の権利もなく、考えると何もかも自分が悪いような気がしてきて、怒るどころか、おこごと一つも言えず、また、その妻は、その所有している稀な美質によって犯されたのです。 しかも、その美質は、夫のかねて憧れの、無垢の信頼心という、たまらなく可憐なものなのでした。無垢の信頼心は、墨なりや、唯一の頼みの美質にさえ、疑惑を抱き、自分は、もはや何もかも訳がわからなくなり、赴むくところは、ただアルコールだけになりました。 自分の顔の表情は極度に癒しくなり、朝から焼酎を飲み、歯がボロボロに欠けて、漫画もほとんど、ワイに近いものを描くようになりました。いいえ、はっきり言います。自分はその頃から、春画のコピーをして密売しました。焼酎を買うお金が欲しかったのです。いつも自分から視線を外しておろおろしているよしこを見ると、 こいつは全く警戒を知らぬ女だったから、あの商人と一度だけではなかったのではなかろうか。また、堀木はいや、あるいは自分の知らない人ともと、疑惑は疑惑を生み、さりとて思い切ってそれを問いただす勇気もなく、例の不安と恐怖にのたうち回る思いで、ただ焼酎を飲んで酔っては、 わずかに卑屈な誘導尋問めいたものをおっかなびっくり試み、内心愚かしく一気一憂し、上辺はやたらにおどけて、そうしてそれから、よしこに忌まわしい地獄の愛部を加え、泥のように眠りこけるのでした。その年の暮れ、自分は夜遅く泥水して帰宅し、砂糖水を飲みたく、よしこは眠っているようでしたから、 自分でお勝手に行き、砂糖壺を探し出し、蓋を開けてみたら、砂糖は何も入っていなくて、黒く細長い紙の箱が入っていました。何気なく手に取り、その箱に貼られてあるレッテルを見て愕然としました。そのレッテルは爪で半分以上もかき剥がされていましたが、用紙の部分が残っていて、それにはっきり書かれていました。DIAL G.R. 自分はその頃もっぱら焼酎で催眠剤を用いてはいませんでしたが、しかし、不眠は自分の持病のようなものでしたから、大抵の睡眠剤にはおなじみでした。GR のこの箱一つは、確か自死量以上のはずでした。まだ箱の封を切ってはいませんでしたが、しかし、いつかはやる気でこんなところに、しかも、 レッテルを書き剥がしたりなどして隠していたのに違いありません。かわいそうに。あの子にはレッテルの用事が読めないので爪で半分書き剥がしてこれで大丈夫と思っていたのでしょう。お前に罪はない。自分は音を立てないようにそっとコップに水を満たし、それからゆっくり箱の封を切って、 全部一気に口の中に放り、コップの水を落ち着いて飲み干し、電灯を消してそのまま寝ました。山中や自分は死んだようになっていたそうです。医者は過失とみなして警察に届けるのを猶予してくれたそうです。覚醒しかけて一番先につぶやいた上言は、家へ帰るという言葉だったそうです。 うちとは、どこのことを指していったのか、当の自分にもよくわかりませんが、とにかくそう言ってひどく泣いたそうです。次第に霧が晴れて、見ると枕元にひらめがひどく不機嫌な顔をして座っていました。この前も、年の暮れのことでしたね。お互いもう、目が回るくらい忙しいのに、 いつも年の暮れを狙ってこんなことをやられた日にはこっちの命がたまらない。ひらめの話の聞き手になっているのは京橋のバーのマダムでした。マダム、と自分は呼びました。ん何気がついたマダムは笑い顔を自分の顔の上にかぶせるようにして言いました。自分はポロポロ涙を流し、 よしこと別れさせて、自分でも思いがけなかった言葉が出ました。マダムは身を起こし、かすかなため息を漏らしました。それから自分は、これもまた実に思いがけない滑稽ともアホーらしいとも、形容に苦しむほどの出現をしました。僕は、女のいないところに行くんだ。うわはっはっは、と、 まずヒラメが大声を上げて笑い、マダムもクスクス笑い出し、自分も涙を流しながら赤面の手位になり、苦笑しました。うーん、その方がいい。とヒラメはいつまでもだらしなく笑いながら、女のいないところに行った方がよい。女がいるとどうもいけない。女のいないところとはいい思いつきです。女の いないところ。しかし、この自分のアホ臭い上ごとは、後に至って非常に陰惨に実現せられました。よしこは、何か自分がよしこの身代わりになって毒を飲んだとでも思い込んでいるらしく、以前よりもなお一層自分に対しておろおろして、自分が何を言っても笑わず、そうしてろくに口も聞けないようなありさまなので、 自分もアパートの部屋の中にいるのが鬱陶しく、つい外へ出て、相変わらず安い酒を煽ることになるのでした。しかし、あのジアールの一件以来、自分の体がめっきり痩せ細って、手足がだるく、漫画の仕事も怠けがちになり、ヒラメがあの時見舞いとして置いていったお金、ヒラメはそれをしぶたの志です。 と言って、いかにもご自身から出た金のようにして差し出しましたが、これも故郷の兄たちからのお金のようでした。自分もその頃には、ヒラメの家から逃げ出したあの時と違って、ヒラメのそんなもったいぶった芝居をおぼろげながら見抜くことができるようになっていましたので、こっちもずるく全く気づかぬふりをして、神妙にそのお金のお礼をヒラメに向かって申し上げたのでしたが、しかし、 ひらめたちが、なぜそんなややこしいからくりをやらかすのか、わかるような、わからないような、どうしても自分には変な気がしてなりませんでした。そのお金で思い切って一人で南伊豆の温泉に行ってみたりなどしましたが、とてもそんな悠長な温泉巡りなどできる柄ではなく、よしこを思えばわびしさ限りなく、宿の部屋から山を眺めるなどの、 落ち着いた心境には甚だ遠く、土寺にも着替えず、お湯にも入らず、外へ飛び出しては薄汚い茶店みたいなところに飛び込んで、焼酎をそれこそ浴びるほど飲んで、体具合を一層悪くして帰京しただけのことでした。